国道157号の標識、岐阜県本寿市根尾長島にて、国道157号は、石川県金沢市から福井県大野市を経由して、岐阜県岐阜市に至る一般国道である。石川県金沢市から岐阜県岐阜市までの県庁所在地同士を結ぶ一般国道の路線で、白山山地の再録に沿って、石川県南部、福井県東部の大野盆地、 岐阜県西部を南北に通過して、北陸経済圏と東海経済圏を最短距離で結ぶ。主な通過地は、石川県の野々市市、白山市、福井県勝山市、大野市、岐阜県本須市である。福井、岐阜県境のぬくみ峠を越える福井県大野市、下若子から岐阜県本須市根尾農号までの区間は冬季閉鎖となり、そのうち、大野市熊川から、 元寿市ネオ農業までの区間は、乗用車でもすれ違い困難な強路が続く。特に、ぬくみ峠を挟んだ山間部は、いわゆる、国道であり、岐阜県側にある路上に露出した洗い越しと呼ばれる、数メートル幅の川の流れを渡ることから、川を渡る国道の代名詞ともなっている。さらに、ぬくみ峠付近の道路は災害に弱く、通行止めになっていることも多い。福井。 岐阜県内の沿線4市1町で整備促進規制同盟会が結成されており、協力間でも道路改良工事が行われていて、徐々に整備されつつある。石川県内においては、金沢市への幹線道路でもあり、金沢市から白山市までは国土交通省直轄の指定区間となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、 道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。国道指定当初は福井県大野市より先の経路が現在とは異なり、大野郡大野町から岐阜県郡上郡白鳥町までは国道158号と道町から岐阜市までは国道156号とそれぞれ重複する区間であった。1974年交付の政令により、 1> 翌年4月1 9 7五年四月一日に経路が変更されて、大野市からぬくみ峠を越えて、岐阜県元津群北方町を経由して、岐阜市に至る路線となった、起点協力館入り口の看板、国道四百十八号との重複区間でもある、起点、金沢市から福井、岐阜県境のぬくみ峠までの区間は、ぬくみ峠付近を除いておおむね改良済みの一般的な国道である、 また、金沢市街地と岐阜市街地は共に交通量が非常に多い。ぬくみ峠周辺の区間は、冬季は雪が多く一年の半分近くが通行止めとなる豪雪地帯で、京路、落石、崩壊、ガードレールやカーブミラーの未整備など、道路改良はなかなか進まず、整備状態がかなり悪いため、本州屈指の国道、天下の国道とも評されている。特に、 岐阜県本寿市ネオクロツからネオノー号までのクラミ警告沿いの陶器閉鎖区間では谷底を除くと目が眩むほどの断崖路でありネオノー教の陶器閉鎖ゲート近くには落ちたら死ぬという看板があることが国道愛好家の間では知られているこの看板は1990年代に自動車の転落事故が多く発生したため設置したとされるが いつ設置されたかなど経緯は不明で、また2018年の1年間には、周辺での人身事故は全く発生していないことから、役目を終えたとして看板は撤去された。ぬくみ峠からネオクロツまでの間は急勾配と、急カーブが連続する、山岳道路で、複数の洗い越しがある。元寿市の道の駅薄積桜の里、ネオ付近からは、終点、岐阜市までに車線の道路が続く。 2004年には平成16年7月福井豪雨によって広範囲で土砂崩落や路盤流出など大きな被害を受け大野市草原付近では道路が大きく欠損し復旧及び道路改良工事が行われている岐阜県本須市内においても2005年11月19日に発生した岩盤崩落の復旧工事のために本須市ネオ農協から同市ネオクロツの間が 長期間にわたって通行止めとなっていた。この間の迂回路として、元市ネオ大河原から猫峠林道、ネオエッパから降り、古市林道、岐阜県道255号ネオ谷組大野線を呼び、国道418号を経て、同市ネオたるみへ至ることができたが、2012年10月末に通行止めが解除されて大野市街から元市街まで通行が可能になった。 日東平野バイパスの日東平野トンネル、岐阜県元栖市ネオ部屋にて中節橋通り、中央上部に長良川に架か,かる中節場終了、帰省区間等気閉鎖区間橋梁、編集区流川に架か,かる下洗荒井橋、右岸下流川で、福井県道17号勝山丸岡線が接続し、右岸上流川で、福井県道26号、大野正山線が接続する、 福井県勝山市平泉寺町大渡りにて、トンネル、編集道の駅、編集の組峠、農業白山への登山口がある。ありがとうございます。